ミッテンバルトに設置されたマティアス・クロッツ、記念碑記念碑の非文バイオリンのスクロール制作を順を追って示す。ドイツの記念切手マティアス・クロッツはバイオリン制作家である。ドイツ、バイエルン州ミッテンバルトでのバイオリン制作の礎を築いた人物である。マティアス・クロッツは、下手職人である父ウルバン・クロッツと妻ゾフィアの代に、主として誕生した。修行は、 フュウス戦で受けたと思われる。その後、1672年から1678年まで、イタリアのパドバにて、熟練職人として、アルゴイ出身のリュート製作家、ピエトロ・ライリヒの工房で働いていた。1680年代に、ミッテンバルトに帰郷したが、それまでの足跡については未詳である。マティアス・クロッツは、1685年の年末から、翌年の年初にかけて、 ミッテンマルトの職工の娘マリアザイツと結婚した。この諸婚では6人の子供に恵まれ、ゲオルク一世、ゼバスティアン一世は後にバイオリン制作家になっている。しかし1704年に妻マリアがよう去ると、マティアス・クロッツは翌年1705年にウルズラ・シェンデルと再婚している。なお彼女もまた肉屋のマティアス・シェンデルを先に亡くしていた。 5歳のウルズラには3人の連れ子がおり、その一人、ミハエル・シェンデルは後に、バイオリン製作家になっている。この2度目の結婚では3人の子供が生まれた。後のバイオリン製作家、ヨハン・カロルはこの時に生まれている。1743年、マティアス・クロッツは90年を超える生涯を終えた。マティアス・クロッツは、ミッテン・バルトにてバイオリン製作家を育成しており、 その中には息子である、ゲオルク一世、ゼバスティアン一世、ヨハンカロルも含まれている。特にその名を知られているのは、息子、ゼバスティアン・クロッツである。ミッテンバルトはそれまでは貧困にあえいでいたが、バイオリン制作のおかげで、一定の繁栄がもたらされた。ゼバスティアン一世の子で、 マティアス・クロッツの孫にあたるエギーディウス・クロッツはドイツのバイオリン製作の伝統の創設者とみなされている。1800年頃までアントニオ・ストラディバリよりも需要が高かったヤーコップ・シュタイナーによる様式美学を受け継いだためである。この他のクロッツ家のバイオリン製作家についてはクロッツを参照のこと。バイオリンの手作業による生産は今日まで続き、 現在では7世代目を数えている。ミッテンバルトには今日では、バイオリン製作の学校、また博物館が置かれているが、何よりもバイオリン製作家の自営マイスターが数多く、根を下ろしている。セペテロ・パウロ教区協会の前には、マティアス・クロッツを称える記念碑が置かれている。中期、ヒュー・レジナルド・ホーズ・著『ディクショナリー・オブ・バイオリン,アンドボー・メーカーズには、 マティアス・クロッツの子孫について、生没年や親戚関係の点で複数のご情報が含まれている。ありがとうございます。